皆さんこんにちは。千代田独身男の松です。今回は山梨県にある富士五湖の一つでもある河口湖にやってきました。河口湖といえば富士山と湖の絶景が楽しめる人気観光スポットの一つだと思います。楽しみ方はいろいろあるとは思うんですけれども、今回はレンタサイクルを借りて河口湖を一周しながら楽しめる観光スポットを紹介したいと思います。というわけで早速レンタサイクルを借りに行きたいと思います。いや、それにしても外国人の方々が本当に多いですね。朝早いのに本当に外国人の方々が多かったですよ。多分富士山に登頂する人が多いんだろうね。あ、よく見かけるバスを見かけたので河口湖のロータリーの風景も撮影しておきました。左に何かいたな。そして温泉娘、この辺は完全にマッツンの趣味だね。そして今回はレンタサイクルプーさんで自転車を借りました。河口湖は他の観光地に比べるとレンタサイクルの料金が高いので注意が必要っすね。それだけ自転車の需要があるんだろうね。今回は当然ながら電動自転車を借りることにしました。レンタサイクルは電動自転車一択でしょ。というわけで早速出発したいと思います。というわけで今レンタサイクルを借りたので、これからね、河口湖の方を一周していきたいと思います。河口湖はだいたい一周17キロぐらいで、自転車だと2時間ぐらいかかるらしいんですよね。だからいい感じに運動をすることができるので、美しい景色を堪能しながらいい運動ができると思います。まずレンタサイクルを借りて一番最初にやってきた場所は河口湖大橋です。河口湖大橋は温泉街の住宅改装を目的に1971年3月に完成した橋です。どうやら昔は有料道路だったらしいんですけれども、今は誰でも無料で通ることができます。長さは500メートルぐらいで、車以外にも歩いたり自転車で通ることもできるので、お散歩やサイクリングにおすすめかなっていうふうに思います。この橋は河口湖も見渡せて、とても気持ちの良い富士山のビュースポットとして人気のある場所なんですよね。河口湖大橋の右手の方に富士山が見えます。多分ね、あの真正面にあるやつだと思うんですけれども、くそ、雲がかかって全く見えないですね。なんだろう、俺は富士山にでも嫌われてるのでしょうか。まあ富士山は抜きにしても、目の前には河口湖の壮大な景色が堪能することができてすごい気持ちいいので、サイクリングの始まりにはうってつきの場所かなっていうふうに思います。というわけで滝の方に進んでいきたいと思います。河口湖大橋を渡って北岸にあるのが産屋ヶ崎です。この産屋ヶ崎はパンフレットとかカタログなんかでよく見かける河口湖の中でも超有名な富士山のビュースポットらしいですね。だからあの後ろの方に本当は富士山が見えるんですけれども、残念ながら雲で隠れてるんですよね。とはいえ雲さえなければ河口湖と富士山を一緒に綺麗に撮れるスポットなので、ぜひこちらに寄って記念撮影してみてはいかがでしょうか。ちなみに湖の水も透き通っててめちゃくちゃ綺麗ですね。あとこの周辺に神社もあるそうなんで、一応そっちの方にも向かってみたいと思います。というわけで遊歩道に移動してきたんですけど、木々が生い茂ってますね。そして左手には石落下注意って、いや本当に落下してるじゃんって、いや怖いわ、怖いけど大自然を堪能できますよね。でこの奥に神社があるそうですね。産屋ヶ崎はこの花咲夜姫がここで出産したという伝承から産屋ヶ崎というふうに言われているそうです。確かに名前の漢字に生まれるっていう字が入ってますからね。お、なんかいきなり見えてくるのがこの怪しげな階段、おそらくこの上に神社があるんでしょうね。こういう階段登るとちょっと怖いですけどね。早速奥の方に進んでいきたいと思います。お、早速社殿が見えてきましたよ。社殿が、おそらくこの小さいやつ、この小さい社殿が産屋ヶ崎神社です。でここの産屋ヶ崎神社は先ほど下から河口湖と富士山の景色を堪能することができたんですけれども、こちらからは高台からそれらの景色を一望することができるんですけど、木々が生い茂りすぎてて全く見えないので、ぶっちゃけ個人的には下からの風景の方がいいかなって思います。というわけで次の場所に向かいたいと思います。
次にやってきた場所は川口浅間神社です。川口浅間神社は西暦864年に富士山が噴火したらしいんですけれども、その噴火を鎮めるために建設された神社だそうです。神社の境内にはいろいろなパワースポットとか、あとは少し奥に行くと最近できた映えスポットなんかもあるそうなので、早速境内の方を散策しに行きたいと思います。川口浅間神社の境内の方に入っていこうと思うんですけれども、まず最初に我々を出迎えてくれるのがこの目の前にある大鳥居です。いやマジででかい。それもそのはず、この大鳥居は高さがなんと18メートルもあるそうなので、本当に目の前に来たらすごい圧巻ですね。いや最高か。そして大鳥居をくぐり抜けると参道に入ってくるわけなんですけれども、何やらその目の前になんか小さな社殿がありますね。こちらの社殿は畑師神というふうに言われているそうです。こちらの社殿は北陸地方に伝わる呂仏伝説にも関わるというふうに言われている小さな社だそうですね。いや本当に可愛らしい。そしてその奥に見えるのがこちらは随神門ですね。随神門といえば社殿とか拝殿を守るために作られている門だと思います。この左側にはしっかりと造樹所もありますね。ここから湧き出ている水は富士山から湧き出ているのでしょうか。冷たい。今の季節は最高に気持ちいいですね。で、反対側には社務所がありますね。というわけで早速随神門の方をくぐっていきたいと思います。いやそれにしても自然豊かでめちゃくちゃ癒されます。もうまさにマイナスイオンとはこのことを言うんですかね。じゃあ目の前の本殿の方に向かっていきたいと思います。本殿は良くも悪くもすごい歴史ある佇まいをしていますね。神社っていうよりはお寺っぽい佇まいはしてますけどね。参拝をする前にもう一つ紹介しておきたいものがありまして、この本殿の目の前には紀平石というものがあります。このすごい苔むしっている石がそうなんですけれども、この石は浅間明神を初めて祀った古代祭祀の石刻の残片というふうに言われているそうなんですよね。だからめちゃくちゃ歴史のある石なんですよ。なんかいかにもパワーがもらえそうなので、まずは参拝をする前ね、こちらでパワーをもらってから参拝するといいかもしれないですね。よし、じゃあ俺もしっかりとパワーをもらったので早速参拝の方をしたいと思います。じゃあ参拝が終わったんですけれども、川口浅間神社にはもう一つ見どころのスポットがあります。それがこの目の前にある七本杉です。めちゃくちゃでかくないですか。これ杉ですよ。あ、ちょっと電柱が邪魔ですねはい。こちら横から見てもらえるとすごいでかいと思うんですけれども、めちゃくちゃぶっといですよね。こちらはなんと樹齢1200年にもなる7本の杉の御神木だそうですね。7本とも全て山梨県の天然記念物に指定されているそうです。でこちらの7本とも全て名前がついていまして、それぞれ御利益が違うそうなんですよ。ちょっと一つ一つ紹介すると時間がかかってしまうので、私といえばという杉をこれから紹介しに行きたいと思います。紹介したかったのはこの目の前にある5本目と6本目の杉ですね。これらの杉は見てもらえれば分かるように2本仲良さそうに立ち並んでいるので、縁結びに御利益があるなんていうふうに言われています。5本目の杉を女性が、6本目の杉を男性が回って再び出会うと縁結びがあるなんていうふうに言われています。なんですけれども、このように杉の周りには柵があるので実際に回ることができないんですよね。おいっつって。でもそんな時は脳内でイメトレすれば全く問題ないですよね。でさらにその奥に行くと7本目の杉があるんですけれども、いや本当にこの七本杉の周辺はすごい自然豊かで神秘的でめちゃくちゃ癒されます。川口湖といえば湖なんですけれども、このように森林浴を楽しむのも全然ありですね。じゃあ参拝も終わって七本杉の紹介も終わったんですけれども、実はこの川口浅間神社には知る人ぞ知る
絶景スポットもあるそうなので、そちらに移動したいと思います。というわけで、天空の鳥居とも呼ばれている川口浅間神社の礼拝所にやってきました。いや、直線距離は300m ぐらいしかないらしいんですけれども、もうね、ここに来るまでめちゃくちゃ勾配な坂で、しかもうねうねした道だったので、徒歩で来ると大体30分ぐらいかかるそうですね。俺は自転車で来たので、まあ、大体10分足らずで来ることができたんですけど、これね、電動自転車じゃなかったら今頃お腹になってると思います。まあ覚悟してきた先にはすごい絶景があると思うので、早速礼拝所の方に向かっていきたいと思います。いや、自転車を止めたところに駐車場があるんですけれども、そこから近いのかなと思ったら、そこからも結構な坂道が続くっていうね。いや、マジでめちゃくちゃ息が上がってます。はい、どうやらここの景色を撮影するためには100円かかるそうなので注意してください。いや、すごい、まあ、鳥居こそあんまり大きくないですけど、その鳥居の後ろがもう断崖絶壁になってて、しかも河口湖がすぐ後ろにあって、これ多分晴れてたらね、富士山も見えるんでしょうね。残念ながら今日は見ることができないんですけれども、いや、でも本当にこの景色は圧巻ですね。いや、そりゃね、写真撮影する人たちの列ができるのも納得ですよ。というわけで、大パノラマ景色を堪能ください。もうここは本当にフォトジェニックな場所だと思うので、ぜひ皆さんは少し苦労はするかもしれないですけど、こちらに来て写真撮影してみてはいかがでしょうか。富士は日本一の山、富士山は見えてないけどね、それは言わないでください。というわけで、お昼ご飯にしたいと思います。山梨県といえば郷土料理のほうとうが有名ですよね。そして河口湖の中でも不動のほうとうというお店が最も人気があるらしいので、今回は不動のほうとうさんでほうとうの方を食べに行きたいと思います。開店前から結構人が並んでましたよ。そんなに人気のあるお店なんだね。ちなみに国道139号線沿いにある東小路店はお店の外観がすごいので、通った時は見てほしいっすね。そして不動のほうとうはなんとほうとうが1種類しかないんですよ。そうなんだ、それは気になるな。今回はどれにしようか悩んだ結果、不動のほうとうを注文することにしました。そりゃあ1種類しかないからね。一応馬刺しとお稲荷さんもありましたよ。で、独身男が食レポしようとしてるけど、恥ずかしかったので口パクでごまかしました。口パクかい。で、味はどうだったの？麺にコシがあって美味しかったっすよ。で、小作とどっちが美味しかった？え、そりゃあ小作ですよ。そこは不動のほうとうっていうところでしょ。そしてお店の近くには山梨県名物のハッピードリンクショップもありました。ここにもあるのか。次にやってきた場所は河口湖音楽と森の美術館です。この美術館では音楽や自然や、あとは中世のヨーロッパの雰囲気なんかを楽しむことができる観光スポットらしいので、早速園内の方に入っていきたいと思うんですけれども、まあね、この園内を紹介すると尺が長くなりそうなので、また別の動画で後日配信させていただきたいと思いますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。というわけで、次の場所に向かいたいと思います。次に紹介する場所はもみじ回廊です。まあね、名前の通りもみじを見ることのできるスポットなんですけれども、もう目の前にもみじがあるわけなんですけれども、これからの時期ね、どんどん紅葉が色づいてきて見頃の時期になってくると思うので、場所だけ紹介しておきたいと思います。とりあえず奥の方に入っていこうと思うんですけど、本当なんてことないところにもみじ回廊があるので、来るときは見失わないように注意してください。で、このもみじ回廊は150メートルの梨川の両岸に約60本ものもみじが連なっているそうですね。いや、すごいですね。もう少し奥に行ったらその素晴らしさがわかると思うので、奥に行ってみたいと思います。じゃあ奥まで来てみたわけなんですけれども、すごくないですか、このなんていうんですか、石垣っていうのかわからないですけれども、この石ともみじの組み合わせ、今の時期は完全に緑葉になってますけど、これはね、11月上旬から
11月中旬にかけて富士河口湖紅葉祭りが開催されてるんですけれども、その祭りの中でこのもみじ回廊が中心の会場になっているそうなので、紅葉の時期に来たらめちゃくちゃ美しい風景を見ることができると思います。その時期になると周辺には出店とかも出店されたり、あとはライトアップされたりするそうなので、本当に11月上旬から中旬に河口湖に来られる方はこのもみじ回廊に来てみてはいかがでしょうか。私は次の場所に向かいたいと思います。じゃあ次の場所に向かうために自転車を漕いでるんですけれども、離れた場所にあるので自転車からの風景でもお届けしたいかなというふうに思います。隣には河口湖、富士山は残念ながら見えないけれども、そりゃバイク仲間でツーリングしたくなりますよって。しかもしっかりと自転車が走れるように、自転車はこのコース走ってくださいっていうような指示までしっかりとありますからね。次に紹介する場所は大石公園です。大石公園は富士山と河口湖の絶景が楽しめる場所なんですよね。もうね、さっきから人の出入りが激しくて人気の様子が伺えます。ここの公園には河口湖、富士山を楽しめるだけでなくて350メートルの遊歩道があって、そこにはいろいろな90種類もの花が楽しめるということなので、早速そっちの方に向かっていきたいと思います。じゃあ河口湖の近くの方に行ってみたいと思うんですけれども、早速いろいろな花が見ることができますね。このお花は何なんでしょうか。今の時期といえばコスモスですかね。ごめんなさい、花に疎くて申し訳ないんですけども、でもその奥にあるお花が私もわかりますよ。そうなんですよ、この時期はこの場所はもうコキアがすごい有名なんですよね。見てください、このマリモッコ、めちゃくちゃ可愛らしいですよね。その中の一体だけ目ん玉がついてるやつもいますね。可愛い。いや、コキアといえば真っ赤に染まった紅葉したコキアが有名だとは思うんですけれども、9月上旬から10月上旬ぐらいにかけてこの緑っ子のバリモンみたいなコキアもめちゃくちゃ可愛らしくて見応えありますよね。先ほどのコキアの反対側に花街道と呼ばれる遊歩道がありますね。さすがは花街道といったところでしょうか。色鮮やかなお花がたくさん咲いていますね。なんだこれ、猫じゃらしのピンク版なんていう草木なのでしょうか。そしてひまわりは枯れかけています。夏の終わりを感じますよね。まさに森山直太朗さんってことですかね。この奥にも綺麗な色をしたお花がたくさんありますね。奥に進んだところにはさらによりどり緑のお花たちがたくさん咲いていますね。お花が好きな人にはたまりませんな。てか最近お花が有名な場所ばかり紹介している気がするんですけど、別に狙ってないですからね。いやマジで。そしてさらに奥に進むと一面コキアだらけのコキア畑がありました。昔コキアで有名な日立海浜公園に行ったことがあるんですけど、そこに引けを取らないくらい素晴らしいですね。なんていうかここのコキアはでかいです。敷地こそ小さいけどギュッと凝縮されてコキアが植えられているので、紅葉シーズンは最高の景色を楽しめそうですよね。じゃあ花も楽しんだので次の場所に向かいましょう。というわけで河口湖の周りを楽しくサイクリングしているんですけど、西湖側の方ってマジで何も観光スポットがないんですよね。しかも少し薄暗い感じがするんですけど、その分人も少ないので河口湖の自然をゆったり楽しみたい人はこの辺りをお散歩したりするといいかもしれないですね。急な勾配もあんまりないから正直めちゃくちゃ気持ちいいです。電動自転車最高っつって。じゃあ河口湖駅の方に戻りたいと思います。今回最後にやってきた場所は富士山パノラマロープウェイです。ちなみにこのロープウェイの周辺には遊覧船とかお店とかがたくさんあって、河口湖の中で最も賑わってる場所なので、普通に河口湖を観光するならこの辺に来るのが無難かなというふうに思います。でこのロープウェイは昔話のカチカチ山の舞台となった天頂山の山頂に行くことが
できるので、2018年まではカチカチ山はロープウェイというふうに言われてたらしいんですけれども、どうやら2018年に今の名前に改名したそうですね。というわけで早速山頂の方に行ってみたいと思います。早速チケットを購入しに行こうと思うんですけど、カチカチ山の舞台ということだけあって、物語に登場するタヌキとウサギにまつわるオブジェがたくさん置かれてますね。そして我らが温泉娘もしっかりといます。デフォルメされててめちゃくちゃ可愛い。最高かよ。カチカチ山の物語についての紹介もありますね。カチカチ山ってどんな内容でしたっけ？ウサギとタヌキが喧嘩するんでしたっけ？そしてチケットを購入してロープウェイが来るのを待っているわけなんですけど、夕方にもかかわらず人がめちゃくちゃ並んでいます。しかも本当に外国人の方が多い。アウェイ感が半端ないので、早くロープウェイが来てほしいですね。ロープウェイに乗って天井山の山頂にやってきました。山頂にも人がたくさんいるけど気持ちいいですね。まずは景色を堪能しましょうか。こちらの景色は河口湖とは反対側の町並みの風景です。そしてこっちが河口湖の風景です。河口湖全体が眺められるので最高ですね。じゃあここからは山頂の見どころを一つずつ紹介していきたいと思います。まずこの目の前に見えるのがタヌキ茶屋ですね。カチカチ山といえばタヌキ団子がすごい有名らしいので、ぜひ来た時はこの絶景のお供に団子であったり、あとはみんなソフトクリームとか食べてるので、ソフトクリームとか食べてみてはいかがでしょうか。続いては天井の鐘です。この場所は本当は写真撮影スポットで、この背景には富士山が見えるはずなんですけれども、この時間になっても雲が晴れないですね。悔しい。でその隣にはカチカチ山の話にも登場するタヌキさんとウサギさんがいますね。このウサギ悪いこと考えてそうですよ。しっかりとタヌキの背中の藁に炎をつけてますからね。続いて紹介するのはタヌキ茶屋のすぐ隣にあるウサギ神社ですね。このウサギ神社はなんといっても狛犬でもなく狐さんでもなくウサギが飾られてるんですよね。ちなみにこの頭を伏せている神社は姫見神社って言って、頭の撫でてあげると知恵を授かるというふうに言われています。そしてこちらの左側のウサギさんは足を撫でてあげると丈夫な足になるというふうに言われているので、ぜひこのウサギ神社に来た時はウサギさんたちをしっかりと撫でてあげてみてください。続いて紹介するのは河原け投げです。河原け投げに挑戦するためにはまずこちらに置いてあるお皿を購入する必要があります。2枚で100円なのでカップルで一緒にやってくださいっていうことでしょうか。クソ。そして鳥居をくぐった場所からお皿を投げて、見事あのハートマークの枠の中に投げることができたら諸願成就すると言われています。まあね、私も挑戦したかったんですけど一人なので諦めます。パイセンが恋しくなりますよね。たぬき茶屋の横に階段があったので登ってみたいと思います。展望台でもあるんですかね。おお、すげえ。目の前には超巨大なブランコがあります。ちなみにあのブランコはカチカチ山絶景ブランコって言って、2021年にできたばかりのフォトジェニックらしいですね。料金は500円かかるらしいんですけど、気持ちよさそうだから乗ってみたいですよね。そして展望台にはいました、我らが温泉娘かっこ2回目。先ほどはデフォルメされてたけど、今回は等身大パネルですね。かなりタイプなキャラデザですね。ロープウェイに乗ってる時に声優さんがアナウンスをしてたんですけど、デス枠長だったのでお嬢様キャラなんですかね。ぜひお付き合いしたいですねって俺に何言わせてるんですか。そして展望台からの大パノラマ景色を見てください。今日一日自転車を漕いだりいろいろあったけど、疲れが吹っ飛ぶぐらい美しいですね。富士山は見えないけど、ぜひサイクリングをした後にロープウェイに乗ってみてはいかがでしょうか。というわけで河口湖を一周しながらの観光スポット紹介は以上となります。一周するのに
自転車に乗ってる時間だけでだいたい1時間半ぐらいかかったので、正直普段自転車に乗り慣れてない人は結構疲れると思います。ただその分達成感を感じることができて、今はマジで清々しい気分です。残念ながら見事なまでに富士山の姿を拝むことはできなかったけど、河口湖の周辺には観光スポットがたくさんあるので、これからのスポーツの秋、河口湖に来てぜひサイクリングをしてみてはいかがでしょうか。というわけで、もしこの動画が少しでも面白いと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。